どちらかといえば嫌いなやつ、本当ならば仲良くならない、なのに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 、でことぼこがはまれば人の時を思う JT。 たまたま隣に座っていただけ、たまたま同じチームの一人、不思議なくらい真逆なデコボココンビ。どちらかといえば嫌いなやつ、本当ならば仲良くならない、なのに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 、でことぼこがはまれば楽しくて行こうか。人の時を思う JT。 おめでとうございます。社長の話長いな。そうかな。真面目だな。そんなことないよ。俺村石翔太、よろしく。村上優斗です。冗談だ。よろしく。村石さん、はい。礼儀礼節とは何のことでしょうか。敬意を表す行動だと思います。たまたま隣に座っていただけ。村上と村石です。絶対頑張ります。よろしくお願いします。たまたま全力で盛り上げていこうと思ってます。よろしくお願いします。趣味も違う、本当に優しくて、性格も違う、大丈夫、特技も違う、欠点も違う。すごいだぞ。誰とでもすぐに話せるあいつと、じっくり考えてから動き出す俺、不思議なくらい真逆なデコボココンビ。そうだからこそ激しくぶつかる。トップは村石。ライバルみたいに跳ねつけ合って、あいつのことを理解できずに、自分の方が正しいと思ってる。読んでねえし。はい。どちらかといえば嫌いなやつ、本当ならば仲良くならない、なのに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 、でことぼこがはまれば楽しくて行こうか。ラルラルタルト。人の時を思う JT。